西沢健一郎像、西沢健一郎は、長野県上身の地群小川村生まれの官僚で、元長野県知事。随筆家としても知られていて、多くの著作物がある。明治39年12月5日、長野県上身の地群南小川村の養産業の西沢家に生まれる。南小川人情高等小学校、長野県上身の地西部農学校を経て、昭和二年に、 東京高等三四学校を卒業の後、三四学校教諭となる。昭和8年高等文館試験に合格し内務省に入省。その後長野県の上級役職を歴任。昭和30年に長野県副知事に就任。昭和34年、林虎尾知事の辞任に伴う長野県知事選に立候補。初当選し2代目、民選長野県知事に就任。 前任者は日本社会党公認で立候補していたが特定の政党の公認を受けず、日本共産党以外の県内各会派の推薦を受けて立候補。以降昭和54年までこの方式をとって6期連続当選。県会を利用とをトロイカ体制を実現させた。この体制は県政運営という点ではうまくいっていたが、政治停滞を招いたという批判もあり、現在でも 公罪という点で意見が分かれている。昭和55年4月15日に脳一血で倒れ、同年の9月に病院から辞表提出し辞任。12月31日に74歳で死去した。任期中に浅間山荘事件が発生しており、最前線の警察に大量のタバコと飴を差し入れている。長女の夫に自治官僚の小林実がいる。ありがとうございます。